番州阿公駅。番州阿公駅は、兵庫県阿公市刈谷にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本阿公線の駅である。阿公市の中心駅であると同時に、阿公線における列車運用の境界駅である。かつては東駅伊藤でしか、愛子家などの IC カード乗車券を利用できなかったが、2018年9月15日より、 当駅異性の番州赤江駅ふ船駅間の旧駅でも利用可能となった。また、2018年10月1日からのピタパの JR 西日本ポストペイエリアは当駅が終端駅となる。現在の駅舎は第3回近畿の駅100選に選ばれている。なお、国鉄駅開業前の1921年、大正10年から国鉄駅開業前日まで、 阿コ鉄道の番州阿コ駅がこの駅の約700メートル南側、現在のウエスト新規阿コ営業所にあった。駅名は開業当時、長野県の飯田線に、阿コ駅、赤穂駅、現在の駒金駅が存在したので頭に、ハリマ国、兵庫県西部の両性国名の別称である、番州を冠したものであるが、国鉄、JR の旧国名を冠した駅の中で正式な、 国名ではなく別称である、州という呼び方を採用しているのは当駅のみである。これは別称である、州を関することが国鉄において寄付される傾向が強い、飯山鉄道を戦時買収によって飯山線とした、最一部の駅名に関されていた、新州をすべて正式国名の、市なのに名を知りしている、州で例外的なものである。なお、自動車、 国鉄バス線まで目を広げると、上州草津駅、現在の草津温泉駅のようなケースもある。短式、島式の複合型に面参戦のホームを持ち、列車交換や折り返しに対応した地上駅になっている。京上駅舎を有する。改札口は1箇所のみ。ホーム間は古線橋で連絡する。改札内は多目的トイレのみの設置で。 男女一般トイレは改札外にある。貨物用の引き込み線などが一番乗り場西寄りの南側や三番線の北側にも何本かあったが、すべて撤去され、現在は旅客ホームに面している旅客用三線のみが存在する。かつては駅から東へ東洋籠石の工場、現在はイオンアコー店、フレスポアコーがあるへ引き込み線が伸びていた。 原則として、以下のように使用されている。なお、両方向とも、全定期列車が当駅始発である。現在は駅弁を発売していない。かつては、愛い駅で駅弁を販売していた、えのきという業者が当駅でも販売を行っていた、愛い駅、兵庫県駅弁を参照。瀬戸の社庫メッのほか、地元に、ゆかりのある中心蔵にちなむ、内入り太鼓寿司、 技師弁当などの商品があった。兵庫県統計書によると、2016年、平成28年度の1日平均乗車人員は4136人で、ある。東側を中心に、平日は主に、愛い姫路、神戸、大阪、京都方面へ向かう通勤、通学客が利用している。また、土曜、休日は、京都、大阪、 神戸方面からの観光客の出入りもある。近年の1日平均乗車人員は以下の通り、いずれも駅と直結している。赤郷市が土地と建物を所有し、赤郷駅周辺整備株式会社がプラット赤郷として運営する。JR 晩州赤郷駅周辺整備事業の一環として、京上駅舎化された駅舎とともに2000年、 平成12年12月1日に開業。シネマコンプレックスプラットアコーシネマ、ウカイア、書店アコー店、ザダイソープラットアコー店のほか、飲食店、委員、美容院、写真店、携帯電話販売店など25店舗が入居した。しかし、商業棟と共に計画していたホテル棟の建設が中断したこと、テナント誘致を円滑に進めるために通常、 テナント側が負担する費用まで運営会社側で肩代わりをしたこと、またテナント側に有利な不合性賃料を導入したことなどで収入が伸び悩む一方、で初期投資に必要な必要の大半を金融機関からの借入金で補ったため当初から赤字経営が続き、2002年度、平成14年度決算で約1億1、500万円の債務超過に陥った。 そのため、2003年、平成15年10月に運営会社は、神戸地裁に民事再生を申し立てた。その後、経営再建の結果、単年度で黒字が出るまで改善した。JR 番州赤古駅周辺整備事業の一環として2008年、平成20年11月11日に開業。東横院が、東横院番州赤古駅前として、管理運営する。 当初、5階建て102室のホテルが計画され、ワシントンホテルが入居する予定で2001年、平成13年2月から基礎工事が行われていた。しかし、3月下旬にワシントンホテルは出店条件を管理運営委託方式に変更したのに対して、建物の所有者となる、アコー駅周辺整備事業が同意しなかったため、4月に、 基礎工事が完了した時点で建設が中断された。その後、赤牛市は2006年、平成18年5月にワシントンホテルの建設予定地だった市内約2410平方メートルを市内に本店がある事業者へ購買客することを決定。入札の結果、藤田が落札し、11階建て215室のホテルを建設、東洋コインが管理、運営することが決まった。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。